作チャンネル。こんにちは、地域新聞 TV のさくちゃんです。皆さん、クリスマスは楽しく過ごしましたか？もうすぐ今年も終わってお正月がやってきますね。ね、今日はお正月に食べたくなるおやつを紹介します。そうですね。お正月に余りがちなお餅と黒豆とココナッツミルクを使ってお汁粉風のおやつを作りたいと思います。お鍋にココナッツミルクと砂糖を入れます。ココナッツミルクを温めている間にお餅を焼きます。ココナッツミルクが温まったら黒豆を入れてさーっと混ぜます。フレンチーズ。わあ、いい感じ。いただきます。いただきます。あ、おいしい。ほら見て、いた。いたじゃないよ。うん。あ、でもおいしい。うん。コーンフレークみたいな味。うん。これはいい癖になりますな。お餅のカリッとした部分がココナッツミルクと混ざって、うん、おいしい。子供が好きな味だと思うので、ぜひお餅や黒豆が残っていたらやってみてくださいね。今年はこれで最後の動画配信になります。今年動画を見てくれた皆さん、ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。バイバーイ。